それでは定例の会見を始めさせていただきます。まず冒頭に私の方から石松建設の違法献金疑惑をめぐっての現時点での日本共産党の立場について、少しまとまってお話をさせていただきたいと思います。で、西松建設の違法献金疑惑は国民の激しい怒りと政治に対する不信を引き起こしています。で、疑惑の構図というのは10年余りで4億7800万円ものですね、西松からの献金が2つのダミー政治団体を通じて自民民主の多数の国会議員に渡っていた。で、西松は年間約1000億円に上る公共事業を受注していた。すなわち国民の税金がですね、そういう形で政治家に還流していたというのが全体の構図です。で、会社名を隠す形で献金をしていた目的は何なのか、公共事業の受注に関する見返りを求めていたのではないか、こういう重大な疑惑が厳しく今問われているわけであります。中でもですね、小沢氏と二階氏への献金問題は重大な焦点となっています。で、私どもの調査では2004年から2006年までの3年間に西松からダミー団体を通じて流れた金は少なくとも小沢氏側には3300万円、二階氏側にはパーティー券という形ですが868万円となっています。で、小沢氏の疑惑というのはですね、西松からの献金を政治団体からの献金であるかのように偽装した、その偽装を公設第一秘書が知っていた、あるいは共同して行っていたのではないかという、容疑で逮捕されたわけであります。で、二階氏の疑惑も同じ構図でありまして、西松からの献金を政治団体からの献金であるかのように偽装していたとのではないかという、疑惑、これは全く同じ構図なわけです。そしてですね、これに対する両氏の言い訳も全く同じだと。すなわち小沢氏は会見で、原資については知らないと、詮索をしないということを繰り返しました。二階氏も我が党の小池政策委員長の質問に対して答弁で知らない、詮索しないと述べました。言い訳の言葉まで同じであります。しかし3300万円、あるいは868万円という多額の金をもらって、これ知らないでは済まない、国民の誰も納得しません、それは世論調査でもはっきり現れました。で、この問題をめぐってはですね、新聞赤旗の取材班が、西松の違法献金に関与した元幹部から証言を得ております。これは今週号の日曜版に掲載されております。それでは、元幹部は小沢さんや二階さんが西松からの献金だということを知らないはずはない、二階さんは運輸族のドンとして港湾空港工事やマリコンなどに大きな影響力があった、それに期待しての深い関係で空港工事などを受注できた、一方ですね、東北特に岩手では小沢さんに邪魔されるのは怖い、うちはどうしても伊沢ダムを取りたかったなどの証言が私どもも機関紙を通じて、の取材を通じて明らかになっております。すなわち公共事業をめぐるゼネコンとの癒着という構図がですね、浮かび上がりつつあります。で、これが全体の構図ですけれども、私が特に強調したいのはですね、これらの疑惑について、小沢二階両氏はですね、説明する責任が当然あるわけですが、同時にですね、重大なことはですね、自民民主の両党が政党として疑惑を解明する自浄努力をですね、全く発揮していないと、これ大きな問題があると思います。
すなわちですね、民主党はどうかと言いますと、民主党は小沢代表の説明を信じるとし、一致結束を言うだけです。民主党としてですね、調査究明が必要だという声が全く出てきません。一方、政府自民党はどうかというと、麻生総理は小池政策委員長の質問に対して、個別の案件についてコメントしないと言ったと。自分が任命した閣僚が厳しい疑惑に問われているにもかかわらず、コメントしないというのは、およそ本当に他人事のように言うのはですね、これはおよそ許せる態度ではありません。両党はこういう態度を取ってあるんですね。ですから私はですね、自民民主両党に強く要求したいと思います。政党として疑惑を自ら究明する自浄努力を行うべきだと。両党ともですね、本気になって調査する気になればいくらでも方法があるはずであります。特に民主党については、公共事業受注企業からの献金禁止を、公約し、そのための法案を国会に何度も提出しています。その公約に背く行為を党首がやっていたという疑惑がかけられているわけですから、自らそれを究明するのは政党としての責任だということを言っておきたいと思います。自民党民主党がですね、この当然のことをやらなければ、いわゆる二大政党は揃って政党ぐるみでこの献金疑惑を隠していると、疑惑隠しを行っているということになるということを厳しくしていきたいと思います。この疑惑はですね、西松建設だけではなくて、ゼネコン業界全体に広がりつつあります。私どもはその全容を徹底的に究明するために引き続き力を尽くしていきたいと思っております。特に今日は述べましたように、自民民主両党に政党としての自浄努力、これが今厳しく問われているんだということを強く求めていきたいと思います。私からは以上です。あとありましたらどうぞ。すみません、はい、新聞の村本です。ここ最近ですね、市民民調のメディアに登場する頻度というのがですね、かなりその高くなっているのかなという印象を受けるんですが、この、政治と金も含めてですね、このタイミングでこのメディアを通じてですね、その最も訴えたいことっていうのはどういうことになるのかというのをちょっとご検討。メディアとの関係ではですね、私ども取材が大変最近多いです。確かにで、内外のメディアからの取材が多い状況があるんですが、特にですね、私どもがいわゆる派遣問題、使い捨て労働の問題で、これをずっと取り上げてきたことに関する注目も多いわけですけれども、同時にですね、世界の資本主義全体がですね、一つの大きな危機を迎えているという下で、やはり資本主義の限界、あるいは資本主義でやっていけるのかという声の中で、声が生まれてくる中で、日本共産党に意見を聞いてみようという形での注目もまた多いということを感じます。ぜひ今のですね、我が党に寄せられている新しい注目やら期待に応える働きをしなきゃならないなと決意しているところですが、一つね、私ぜひいろんな訴えたいことあるんですけどね、今日はこの献金の問題もお話しさせていただいたんですけども、先日もあるラジオの番組でも訴えたんですけども、今ぜひメディアで私出していただける機会がありましたらね、どのメディアでもぜひ訴えたいことがありまして、もし皆さんそれを伝えていただけるんだったらありがたいことなんですけれどもね、実は私非常に大きく危惧しておりますのは、この3月末、年度末にですね、大量の派遣切り、雇い止め、これがですね行われて、大量のホームレスが新たに生まれるということを強く危惧しております。でこれは年末にも起こったわけですけれども、やはり年度末は
さらに大きな規模で、起こるという心配があります。まあ、政府の発表でも15万という数字がありますけれども、業界団体40万という数字も出しておりますし、さらにそれを超えるんじゃないかということも言われております。でこれは大体あの年度末にかなり集中してくるんじゃないかという危惧があるわけですね。それから年末に切られた方のですね、あの雇用保険が90日で切れるわけですよ。多くの方もらってる方もそういう方がですね、まあいわば生きていく術を失うというのが3月制でもあるというね、二重にこれは非常にこう大量のホームレスが年度末に生まれるということを危惧しております。それでぜひですね、私訴えたいのはね、大体雇い止めの場合ですね、1ヶ月前ぐらいから通知来るんですよ。あなたは3月制で おしまいですと、もう終わりですという通知が来てもですね、諦めないで戦ってほしいということをですね、一緒に戦おうってことを私はぜひ訴えたいんですよ。それで私のこの前の質問でも明らかにしましたけれども、今の派遣労働の場合ですね、その多くは違法状態にあるわけですね。すなわち最大3年という期間制限を超えて4年5年6年と、特に偽装供与の期間も通算しますと働かせされているケースは非常に多いと。こういう違法派遣の場合はですね、派遣先企業は直接雇用正社員をにする申し出義務が生まれてくるわけですね。ただ首切りなどとんでもないと、逆に正社員にする義務が受け入れ先企業には発生しているわけですから、泣き寝入りしないでね、通知が来たからということで諦めないでぜひ戦ってほしいと。戦う手段いろいろありまして、お近くのユニオンに相談に行くのもいいし、それからあるいは共産党に相談に来てくださったら相談にも乗ります。それから、労働局に申請するというやり方は一人でもできます。それから一人でも加入できる労働組合あります。それから二人いれば労働組合新たに作れます。だからぜひここはですね、諦めないで戦ってね、そしてこういう不当なですね、首切りは止めていくということをですね、訴えたいですね。メディアの皆さんにはを通じてその若い働く皆さんに訴えたい。で今ちょっとこう献金疑惑が出てきまして、これはこれで非常に重要な問題ですから、私どもきちんと態度も表明し、国会でも小池さんも立派な追及をやりました。でそれに続いて私たちどんどんやっていきますけれども、しかしこういう問題の陰に隠れてね、そういう暮らしの問題で重大な事態が進行していることに忘れては決していけないと。むしろ年末よりさらに深刻な事態がですね、危惧されるわけで、ですからここはですね、ぜひ私たちも力を尽くしたいと思いますが、それを訴えたいですね。ぜひ書いていただけるとありがたいと思っております。